話を聞いていきたいと思います。はい、じゃあ自己紹介からそれに加え、嘘ワンチームで話すか決まってらんかったはい、はずきからお題を今日のお題は、1月から3月まで3ヶ月間厳しい練習を乗り越えた私たちなんですが、はい、初めてのその厳しい練習と槙野さんは1年ぶりにそれを乗り越えたっていうのを気持ちをちょっと聞いてみたいかなと思います、はい、ではマイクってもう1個あったりいたしますかねありがとうございます。あ、じゃあこれは私が持つの。私はもともとチアリーディングをやっていたんですけど、その練習も体力的にもきつかったんですけど、ダンスを、数時間踊り続けるっていうのもなかなか慣れてなくて、すごい最初はハードで体力的にちょっと自信がないなと思っていたんですけど、日々の練習を重ねてだんだんと体力もついてきて、今はドームでステージもなんですけど、ドームやステージで楽しく踊ることができています。あとは先生ももちろんなんですけど、先輩方もすごい皆さん優しいので、優しいですよ。昨日のトークでも出たと思うんですけど、本当に優しいんですよ。もう怪しいって思われるよ。優しくて、すごいアドバイスもすごいたくさんくれるので、その先輩方のおかげでたくさん成長できたと思います。はい、これからまだまだスピーチみたいな感じくださって、コメントとか注意点とかすごいいろいろアドバイスを言ってくれる時があるんですけど、もう間違えられないあれね、怖いよね。思って、もう本当練習の時からもう気合を入れて
思いっきり踊ってました。はい、もうね、体力作りもそうですし、まあ、練習もそうですけど。